どうも皆さんこんにちは、リコリンです。ということでですね、今日はね、新しいデッキですね、俺のマルチで使うことがなかったこちらのデッキでやっていこうと思います。こちらキョスケロイジャイ。最近ね、キョスケがまあ強いと、でまあキョスケといったらまあキョスケロイジャイとかだったり、まあね、今はキョスケホグとかまあ結構あるってあるんですけど、まあただキョスケが強いというところでね、今回はライトニング型でやっていこうかなと思います。よろしくと言ったところなんですけど、このデッキね、実はね、あの俺がこの前の動画で出したんですけど、12勝グロードネア、グランドチャレンジ、グラチャレを初めて12勝したんですよ。でその時のに使ってたデッキがこのライトニング型で、まあ、その時なんでライトニングにしてたかっていうと、なんかグラチャレ回ってる時に隕石系が多かったんですよね。いやーこれ、あーそうなんだよ、スピリット1分2発やられちゃうんだよね。そうなんで、ライトニングにしたんですけど、まあ一番のテンプレっていうか一番よく使われるのはライクさんとかもやってたけど、クエイク型がまあ一番使われるかなっていうところなんですけど、まあね、そうライトニングにするとインフェとかインフェルノタワー、まあ特にインフェルノタワーですね、インフェ、あとは インドラとかさ、まあ、そこら辺のインフェルノタワー系とかのリセットが効くんで、そこら辺に強くなるっていうところがまあ利点かな。でちょっとね、今日ね嬉しいんですよ。なんでかわかります？しっかりここはウッドで完封していき、 OKOKOK とワンチャンでライト打ってみるんだけど、まあまあいいや。そうなんでか分かります？これはいっちゃいますもん。ここキョスケ残ってるんで、あの爆弾でやれるんで、なんでかっていうとですね、そう先日っていうか先ほど、ああいいね、これはいい、2発入りそう、一発かな、いやーこれでも一発も入んないと、いや設置がないですね。あこれファイスピ、いやーダメか、いやーこれめちゃくちゃ入っちゃう、いてー、まあまあまあ、なんでかっていうとツイッターにね、こうてかあれなんですよ、そのグランドチャレンジを12勝、初12勝しましたみたいな、ファブリッツくださいみたいなね、その承認欲求ツイートをしたんですよこの前。そしたらね、その嬉しいことに、皆さんがこのね、ファボットリツイートしてくださって、で俺も全部嬉しくて全部フォローしたんですけど、もうそこら辺の人たちの、やってくれた人たちのやつは、これ引っ張れるかな？あ、オッケー、引っ張れそう。いや、これはいいね。でね、あれはね、ちょっと厄介だね。そうなんですけど、それの影響でね、こう結構フォローがね、増えて、フォロー FF が増えてね。で、今日ね、また新たにフォロー、あ、前かな？フォローしてもらった人がいたんですけど、その人がね DM くれて、で YouTube フォローしましたみたいな。最近 YouTube はちょっと正直あんま投稿しないじゃん。でこれバルキリー行きますね。でなんだけど、そうフォローしましたみたいなやってくれて、うわマジかありがとうと思って、でそうなんで今日はめちゃめちゃ気分がいいというか嬉しいです、すごく。さあこれはライトニングで、これトリトンに、あーこれきつくね。そうなんだよね、このそう嬉しい話をした後の、ちょっと申し訳ないですけど、公開的にきついのよ、どうにもこうにも。やっぱりあれ無視できないしね、どうしようかな。まあ結局こっちかな。で次バレルは引っ張ったらでかいな、これで、これエレスティかな、これやばいね、ちょっとそうだよね、そっち側なんで一発、一発入るか、いや美味しいロケットになってしまう。さあただここはライトニングをぶっ放して、うわーこれなどうしよう、いやここはウッドかな、でいやでも入んないか、一発も入んないかな、これいや一発も入んないのか、もうトリトンも出してしっかりと完封したい、完封したかったな。またもう一回行って、いやーこれ厳しいな、ちょっとね、スキアが来たらスキアも巻き込んでライトニングとか行きたいんだけど、いや巻き込めないんだよね。これは間に合うかな、これウッド間に合ってくれ、いや一発入るか、ロケット削りされちゃうな、ここからもうライトニング打とうか、そうライトニング打って、でここからトリトンとウッドが間に合ってくれ、あーロケットか、ジジ、いやーまずは初戦負けからのスタートか、きついねやっぱ公開典型が、ジジです、よろしく。なんかね、
公開点検にどうかつかっていうのが、そう、俺の中でちょっとなんか、なんて言うんだろう、決まってないというか、特に大砲とか、あと墓石、まあ墓石はね、売ったとかでね、なんとかなるんですけど、大砲とかがね、やっぱライトニングを打ちづらいというか、なんて言うんだろう、それこそクエイクだったら同じ3コスとかでいけるじゃないですか。だけど、ラバかな。やっぱね、そこら辺のね、公開点検に対する立ち回り、そこら辺をちょっとね、自分の中で確立させたいよね。さあ、これはあれかと思った。いつも使ってる、俺がいつも使ってるラバハウンドかと思ったけど、さあ、これね、ワンチャン金起動するんだよね。しねえか。さあ、で、やばいな。で、ここはこっち側ハンターでしっかり押さえつつ、敗北切ったんで多分、まあ、このハンター達成されることはないでしょう。一発？もう一発？もう一発？ああ、怖いよ、怖いよ。さあ、ただ左側がちょっと入っちゃった。これはまあスケラーかな。スケラーもね、クエイク型だとね、やりやすいんですよ。クエイクをしっかり防衛に使って、スケラーのなんだけど、まあちょっとね、厳しいかな、ライトニングだと。まあただザッピーとかがいるんで、わあ、キョスケなんか、やっぱキョスケ人気だね。キョスケはね、本当に人気なんだけど、ここはまあ後ろからしっかりと組み立てていこうか。さあね、またね、テストも近くなっちゃってきてるんで、まあ、ただ毎日投稿はしっかり頑張っていきたいと思ってはいます。さあさあさあ、口だけにならないように頑張るんですけれども、どうしようかな。あれに合わせるカードが、まあ、今のところハンターぐらいしかないから、ハンター出して、で、まあ、トリトンが引っ張ってくれるかな。なんで、その前に蓋で、ああ、これはキャスケフタかな。キャスケフタの、ウッドからの、入れ好きでなんとかなるよこれ。いや、なりそうだな。いや、まあ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 、悪くない防衛したんじゃない今。さあ、でこっからですよ。ここからキョスケじゃねえや、ロイジャイをこうケツから出していって、でまずアップ合わせるか。いや、ただ俺のね、厄介なのはインドラなんだよね。インドラ、あのインドラがね、ザッピーを合わせたりとかしないことには、ただ相手フリーズなのかな、ポイズンなのかフリーズなのかちょっと分かんないんですけど、さあここは、まあ、ここキョスケ挟んでいって、レスピで、まあまあまあ、でこっちかな。で墓石も切ってのタイミングなんで、でまあここはしっかりとザッピーで、ここはウッド使って、いやー、これでもザッピーが強いと入らないね。一発だけ入りましたかね今。さあさあ、それ結構いい勝負してる。でまあ、あー、なるほどね。これはこれこうだな。こうで、こう。で、ウッドとエレスピでどうにかなるかな？おー、怖いよ、キョスケ。キョスケ入ってないよね。おー、怖い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 。はい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 。で、もうここは一旦ザッピーから入っていく。さあ、あれ、キョスケの爆弾でいけるかな？ちょっと左側に寄っちゃうから無理かな？これね、あいつをね、キング起動したいんですよ。そうそうそう、こいつはスケルトンで湧いてきたところで、さあ、ここはウッド打っていく。オッケーオッケー、キング起動した。あ、でかい。見てなかったけどキング起動したわ。早く早く、ザッピーザッピー、お前ザッピー、お前優秀じゃないって。それはこれはね、でかいですね。さあ、こっからなんだけど、あのザッピーがな、ザッピーが、さあ、まあただここはトリトンと、さあキング起動もしてるんで、ウッドでしっかりと抑えつつ声が、さあここはキョスケ前から出していって、でここにザッピーだな、こうだな。でさあさあさあ、またキョスケで蓋していって、もう一発。さあ、でここかな、ここでロイジャー行く。でトリトンが引っ張るんで、ハンターの効果力で溶かしながら、ウッドで出てきたスケルトンもしっかりと押さえていく。でライトニング打ちましょう、ここ。いやー、いい形、めちゃめちゃいい形よこれ。さあ入っていく、いいね、めちゃめちゃいい。3発入っていく。さあここはしっかりとキョスケで出しながら、さあ後ろはザッピーからのハンターからのファイボで来るけど、エレスピとこれで守れるか、守れるか、いやー、ギリギリか。熱いねー
暑いんじゃないですか。さあこのね、このキョスケのスタンプを渡していき、 GG で、いやー気持ちいいね。なかなかいいロイジャイの刺し方だったんじゃないでしょうか。ライトニングもしっかりとね、やりつつ、まあ、相手が5だったのでまあ良かったかな。フリーズとかだとまたねいろいろ変わってきちゃうけど、さあやってみましょう。相手後ろスケブか、スケブやだな。今回のグローバル大会ね、1個ラバールラバーなんだっけ、ラバー、うわやばいってそれなんだっけ、ラバーラバー黒全然出てこなかった。あ一発、あーあーラバクロに当たったんですよ。ボコボコにされましたね。さあまあこれ結構相手使ったんで、キョスケをとりあえず出していって頑張っていってって感じ。さあスケブはまだ回ってない、ゴブリンに釣られるか。オッケーオッケー、いやーゴブリン来るけど、いやーすごい、キョスケがすげえ無視、あいつゴブリンに興味えんだ、あれだね、ゴブリンがだいぶブだったんだろうね。はい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 、とよしよしよし、いやこれだいぶでかいでしょ。さあでどうしようかな、まあウッドかな。いやこうするとちょっとあれがね、スケブが怖いけど、ちょっと手札回すしかなかった。さあでここなんだけど、これで来るよねハンター。ちょっとトリトンの位置ミスったかなと思いました俺も。いやちょすごいな相手のこれが。でこれスケブで守ってくんじゃないかな、スケブじゃねえのかな、なんだろう、これはねスケブ、わー5もあんのか、はいはいはい、まあ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 、これロイジャイでスケブいったら415ってさ落ちるのかな、あれで77と420、あ420これだけでも落ちるのか。なんでじゃあここはロイジャイって彼のスケブ読みますわ、ほいで彼のスケブでしょ、おーおーおーおおお、すげえの出てきちゃった、やべやべやべ。ここはねキョスケで受けていきましょうか、あんまりザッピーとか使いたくないよ。さあこれはこうだな、一発、いやもうさそのさすごいその攻めやめてくれよ。でそっち行く、こっち側に出して、いやこれ、おおなるほど、いやでもまた来るんだよなこれ、これあっち引っ張っちゃうから、ああそっかそっか、引っ張ってくれるのか。おこれさでこれ一回落として、さすがに落としとくわ。さあオッケー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 、でまあちょっと痛いけど、いやーこれ来んのかな、ここザピマルコで止めて、痛い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 、ちょっと待って待って、ゴブリンからの、いやちょっと焦ったか俺、いや焦ったくせえなこれ、いや焦ったくせえ、いや待てよ、わーいいね、プレデデ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 デ、あれなんかねライトニング打ってもって感じだよね、あれなっちゃうとね、なんかまあまあまあちょっと切り替えていきましょうか。さあ相手プリンセスか、枯渇何が多いんだろうね、ペッカとかも割とよく当たるし、だねペッカは勝っていきたいみたいなところあるね。これちょっとキング起動ですね、うん、これでキング起動してちょっとだいぶやられちゃうんだけど、おおこれ絶対走ってくんな、これで引っ張って、さあさあまあまあ2発ぐらいタワーに入っちゃったけどいいでしょう。さあ引っ張ってくれよ、引っ張ってくれよ、あーオッケーオッケーオッケー、よし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 、さあただなんだろう、まあ、ここはロイジャイかな、あーしっかりあれですね枯渇なんで、これはキング起動がだいぶ生きてきそう。さあで8枚プリン来るのかな、来ないのかな、来ないさすがに、うーんで
インフェだと思います？皆さん。インフェだと思います？あ、インフェでしたね。まあ、ここ、ライトニング打つか。え？こういうことしてるからダメなんだよな。一発か？いやー、もったいねえんだよな。もったいねえんだよ。すげえ。ワンチャンさ、これさ、プリンまでやれない説あるよな。これ来るよね。後ろか、これ。後ろじゃない、前でした。オーケーオーケーオーケー。とりあえず完封。で、あれはトリトンで逆サイに引っ張ってあげて、しっかりトリトンとハンターの形は作っていきたいんだけど、ここ何が来るんだろう。バレキリーとかか。あー、ごめんないか。あ、でもさ、もう一発、もう一発。あー、お前根性見せろって。いや、これ、知ってくんのか。おー、怖え。まあまあまあ、これで縦線カバーとか来んのかな。おー、なるほどね。いや、これ使ってくれるのは美味しいな。まあ、縦線で延命されちゃうではあろうけど、まあ、縦線まで使ってくれるならば、ここは、さあ、こっち側ですね。おい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 、お前お前、マジか。ちょ、待って待って、やだな、また枯渇に負けるよ。やだ、負けたくないで。で、ここは結構高めからトリトンだしの、もうここでいっちゃいます、しっかりと。いや、でトリトンがやってくれるんで、オッケーオッケーオッケー。さ、で、ああ、いいね、そこまで使わせたならば次これが生きるな。これ、キョスケ出して、ここは、完封とまではいかないけど、いや、これで、皆さん、あれを使ったんですよ、敵は。インフィア。なんで、ここは、ゴルナイが来る。いや、インフィア回んのか。なるほどね。おわ、でもいい、ザッピー、ナイスすぎる、それは。これライト使って、よいしょ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。これで2発ぐらい入るかな。これ後ろだね、だいぶ。オッケー、一気なら、オッケーオッケーオッケー。まだ怪しい。まだ怪しいよ。これはトリトンで、トリトンで、レスピかな、レスピまで使わないとダメそう。オッケーオッケーオッケー。さあ、で、まあ、ライト打ちます。ドンドンドンと。さあ、打ってあげて、で、もうワン、もうワン、キョスケだな、これ。今、陸受けが縦線でしょ？あー、ロケットね。縦線が来る。3倍タイムになった。いや、ちょっと、だいぶ、口数減ってきちゃったけど。さあ、さあ、さあ、さあ。で、ここは、ハンター出して、あんたらしいの。やべ、ちょっと外れた。さあ、からのザピマルコで、ライト構えのドンドンドンと。さあ、いや、ここでロケ打ってくるんか。12秒ロケか。いやー、キョスケじゃなかったかな、最後。間に合う、これ、もしかして。ライト間に合う。